名前は雪花ラミー。生年月日は1810年11月15日生まれの210歳です。210歳と申しましても、ラミーはお父様がエルフ、そしてお母様が人間のハーフエルフです。ですので人間の皆様方とは少し時の流れが違いますので、決しておばあちゃんというわけではございません。人間の肉体年齢でいうところの21歳くらいです。そうです、210歳です。で、身長は158センチです。ちょっとこのいろんな表情をお見せできればと思います。そう、用意してたんです。じゃあまずは笑顔からですかね。中でもちょっと恥ずかしいですね。ちょっとあの渡辺先輩の顔もできるんですよ。だいぶ怒ってますね。次、悲しい顔します。どうでしょう、悲しい顔です。悲しい顔、悲しい。悲しい顔です。次が、これお酒を飲んだ顔です。あっちょどうですか。どれが好きですか。皆さんはどれが好きですか。どうでしょうか。ありがとうございます。よいしょ。まずこの辺りまで。どうですか。どうでしょうか。もうちょっと上行きますね。こんな感じです。髪の毛がね、すっごく揺れるんですよ。次行きます。見てほしくない見てほしいんですけど、見てほしくないと言いますか、スカートが透けてるんですよ。スカートが透けてるんですよ。
うですか？これ揺れるんですよ。あ、もうちょっと恥ずかしいので。これぐらい。うん。で、ちょっと足先ですね。こんな感じです。ちょっと小さくなりましょうか。今気づきました。大福がいませんね。今日一度も大福出てきてませんね。ちょっと大福出しましょうか。ちょっと待ってくださいと。うん。すいません。います、ここに。おります、ここに。大福ここにおります。ここにですね、ちょっと今呼んできました。大福。こちらが大福です。ちなみに大福も、一応怒ったりとかするんですよ。これはちょっと、あれ。わかるかな？大福がちょっと怒ってるんですよ。ちょっと怒ってるのわかりますか？ですね、日本の言葉というか言葉は喋りません。意思疎通はラミーが脳内でする形になります。ちなみにこの悲しくもなります。大福も悲しくなるんです。悲しい。どうですか？悲しい大福どうですか？あと、これはでも普通の大福ですね。そう、大福はね、ちゃんといつもいてくれてるんですけど、ちょっと見えなかったり見えたりとかするので。という感じです。どうでしたか、皆様。